はい、どうもめチャンネルです。本日私はですね、アロフトランカウイさんの方からですね、こちらのですねセントレジスランカウイさんの方にね移動してまいりました。めちゃめちゃテンション上がりますね。いやもうね、これ敷地内なんですよ。はい、あちらの方にですねゲートがありまして、あそこね車でチェックを受けて中に入っていただくと、でもうこれがねセントレジスさんの敷地内で、もうね自然の音、なんだろう、猿の鳴き声とか鳥のねさえずりとかがもう本当にアトラクションなのかなっていうぐらいの音がね周りに響いております。はい、ということで早速ねチェックイン手続き行ってまいりたいと思います。This one is correct. Okay. Okay. Email also correct. Okay. So the no payment for the first night already. Or for the stay. はい、ということですね。今チェックイン手続きをねさせていただいてまして、このまずねウェルカムドリンク、いただいております。めちゃめちゃねいい匂い。ちょっとこれをねいただいていきたいと思います。あ、めちゃめちゃ甘めで美味しい。そしてね、こんな感じのウェルカムスイーツもいただいてます。いや、いただいてきました。とりあえずね、これからお部屋の方にね、向かっていきたいなというふうに思います。で、今ね、奇跡的に雨もね、止みまして、かなりね、いい天気で見晴らしもいい感じなんで、ちょっとね、外も見に行きたいと思います。はい、外の方にね、出てきました。雨もね、奇跡的に止んでます。いやー、すごい。すごい。やっぱりね、アロフトさんとはまた全然違う雰囲気ですね。体感もね、こんな感じですよ。いやー、素晴らしい。はい、このままね、雨もついてくれるといいなというふうに思います。はい、まあ、こんな感じのね、オブジェもあって、こういったシートがあって、当然ね、傘なんかもこのようにね、置いてございます。はい、じゃあ一旦ね戻っていきたいと思います。そしてこちらがね、レストランですね。はい、今日は今回で開店。こちらが、ここがですねラウンジエリアということで朝食会場にね、なってる、エリアとなってます。はい、おお素晴らしい。はい、レストランね、こんな感じで天井もめちゃめちゃ高くて開放的、やばいですね。はい、そしてこのスイーツ類、いやーマカロンもね非常におしゃれでかなりいい感じですね。はい、今ねスイーツのエリアもねご案内していただいております。はい、こんな感じ。いやーすごい。はい、こんな感じでね非常にスイーツもめちゃめちゃ多い、美味しそう。テールがね全然違います。やばいです。いや本当にすごい。いや感無量です。すごくいいです。こちらがセントレジスバーですね。すごい、めちゃめちゃおしゃれな空間ですね。はい、ハロー。いやーかなり落ち着く空間となってて素晴らしいですね。これはやばいです。おおおワインセラー、こちらがワインセラーと、チェスも置いてあって、いやーいやーすごすぎます。あーシガルーム、すごい。
You know we should work it out before I'm too late. これからですね、あのビーチの方ご案内していただけるってことでメインプール経由でね、行きたいと思います。おお、ロゴも入ってます。おお、ね、あの豪華な作りになってますね。はい、そしてね、ブティックとかもこのようにありまして、はい、おお、なんか武蔵みたいですけどね。はい、はい、まあ、こんな感じでいろいろ売っております。水着はね、もちろんこういったお子様用のね、アイテムなども、置いてございます。その他ね、女性の羽織物だったりアクセサリーであったりとか、まあ、当然ね、男性の水着なども置いてございます、ね、プールで遊べるお子様のね、グッズなども置いてございます。これで終わるじゃないですか。終わる。はい、じゃあね、こちら次はね、ジムをご案内していただきます。アスレチッククラブということでね、まあ十分ね、あの広さあるんじゃないかなと思います。素晴らしい、はい、クラブみたいな感じになってますね。でこちらね、別室の方には、ヨガがねできるあのスタジオみたいなね、ああございます。すごい、はい、なんとね、中にはね、ヘアサロンだったりとかもねございます。そして反対サイドにはこのようにね、スパがございます。いやー、全部ねご案内していただけるのでめっちゃはかどりますね。はい、ハロー。はい、なんかこんな感じで、おお、バーボー。はい、スタームの方にはね、こういったショーもね、取られてるみたいですね。はい、では次行きましょう。 Thank you。 はい、こちらにタバコの引き締め、砂なんですけど、ちゃんとね、セントレジスで肩押しされてます。はい、ではね、こちらセントレジスのメインプールの方にね、やってまいりました。いやー、すごい、これはすごいですね。ちょっとね、あいにくの雨なんですけど、めちゃめちゃすごい。こちらがね、メインプールということで、まあちょっとね、後ほど雨の中でもちょっとプール行きたいなと思います。でメインビーチがね、こちらの方に、ありそうですね。おー、こんな感じでビーチもめちゃめちゃ綺麗。そしてこちらが、プールという感じですね。はい、ということでね、本日はこちらの107ゴスとなっております。早速ね、入っていきたいと思います。おー、あ、ルーム機はね、刺すタイプとなってます。まあ元からね、これ刺さっております。おー、すごっ、入ったらプール。はい、こんな感じです。いやー、めちゃめちゃすごい。そしていい匂い。おお、こちらがね、主寝室というふうになってますね。で、こちらがテラスがね、こうやってあってプール。はい、そうなんです。今日はですね、ワンキングプールスイートというお部屋になってまして、プライベートね、プールがあるというお部屋となってます。いやー、めちゃめちゃ最高。はい、こんな感じのね、ベッドルームとなってまして、はい、こちらがお風呂だったりとか、シャワールーム、洗面台ですね。はい、ちょっとね、荷物が荒れてますけど、はい、じゃあね、玄関の方に戻って書斎ね、見ていきたいと思います。はい、本日ね、こんな感じと間取りとなってまして、107号室ですね。エレベーターとかここにあるという感じですね。もう形がね、面白いですね。はい、
でここに入っていただいて左手にスイッチがあって、まあ、扉でね開閉はできますけれども、こちらからクローゼットを通って水回りの方に、ね、行っていただくことができるという感じですね。はい、で水回りの方、はい、こちらにですねこのようにバスローブがあったりとか、そしてこちらにビーチタオルみたいな感じですね。はい、そして、ランドリーの袋とこちらセントレジスのロゴが入ったスリッパでございます。この辺は靴べらとかねシューブラシが入っております。よいしょ。でこっちは空ですね。はい、でこのようにですねハンガー類がありまして、荷物ね置いていただく台があるという感じです。でこの下は何か入ってるんでしょうかね、見てみましょうかね。あ、空ですね。どこにも入ってない、紙袋があったりとか、下側は、体重計入っております。この上はセキュリティボックス、セーフティボックスがねちょっと今荷物で、はい、開かない状態ですけど、そんな感じでございます。はい、そして洗面台がこのようにありまして、ちょっとねこうやって緑がね添えてあったりとか石鹸があって、はい、こんな感じのね、おお、水の勢いがすごい、混合水洗となってます。これは何だろう、リメイドっていうんですかね。はい、でここら辺が台みたいな感じになりますし、下にゴミ箱があって、あ、ドライヤーですね、セントレジスのロゴが、入っております。ドライヤーは何でしょう、じゃん、よいしょ。はい、この通り、お、これは W、 クアラルンプールさんと同じですね、スイス製のバレラと呼ばれる、ものになります。はい、でこちらがお手洗いですね、大理石ふんだんに使っておりまして、まあ、こんな感じのね絵が飾られております。そしてこちらがバスタブですね。いやー、ここら辺のタイルとかもね角度によって色が変わる、なんだろう、貝殻みたいな感じのねものが使われてるんでしょうか。はい、こんな感じの、バスタブがございます。はい、でバススポンジがあったりとか石鹸とかねバスソルトもございますという感じです。はい、そしてこちら側の方には、歯ブラシだったりとかですね、コットン類、綿棒とか、あ、歯間ブラシもございますね。はい、こんな感じで、でこの下にマウスウォッシュとかコットン類、節がございますという感じです。ここら辺も台があって、ゴミ箱とこっちも台ですね。はい、まあ、こんな感じです。鏡もねめちゃめちゃ大きい、拡大鏡も両方にあって、かなり天井が高いですね。こんな感じで、バスローブね、こんな感じでセントレジスさんのロゴがね入っております。なんだろう、やっぱプールにね着ていきやすい感じのバスローブかなと思いますね。はい、でこちらシャワールーム、おお、レインシャワーがめっちゃ高い打点から降りてくる感じですね。はい、でこんな感じで同じようにね、あのリメイドって呼ばれるんでしょうかね、シャンプー、コンディショナー、バス、ジェルがあるという感じです。はい、でこちらはですね、どっちだろう、上がレインシャワーなのかな、ちょっと怖いですね。おお、こんな感じでめっちゃ勢いがあります、めっちゃ跳ねてきますね。はい、こんな感じです。回しすぎるとね、あの反対側でレインシャワーが降ってきますんでね、気をつけましょう。あ、でちょっと嬉しいのが、こういったね椅子なども置いてございます。ちょっとね同化してたので分かりづらかったですけど、椅子がありますね。で当然ここもねこのように間仕切っていただくことが可能となっております。はい、でこちらがね主寝室となっております。はい、こんな感じのね間接照明、めちゃめちゃおしゃれですね。ちゃんとねこんな感じで影がねできますもんね。で BOSE のワイヤレススピーカーがあって、こちらね普通のコンセントね、これね挿していただくこと可能です。はい、ベッドパネルの電気のコントローラー等がございます。はい、こんな感じですね。はい、いい感じです。そしてこちらの方にはソファーがねこのようにあって、いやー全部ね高級感ある感じなんですよね。エアコンのコントローラーがあったりとかですね、
でこちらの方は、はい、あ、おしゃれな扉、リビングとね、こうやって遮っていただくことができるという感じでございます。そしてこちら側の方にも間接照明がありまして、ベッドパネルなんでしょうかね、マングローブとかイメージしてる感じでしょうか、それともバンヤンツリーとかなんでしょうかね。はい、こちらの方にはですね、セントレジスさんのメモ帳があったりとか、同様にね、電気のコントローラーとコンセントがあるという感じです。はい、でブレックファーストメニューがあったりとか、こちら下はね、からですね。はい、こんな感じです。ちょっとね、先にリビング越しちゃいましたので、リビングの方に戻っていきたいと思います。どうですか、この大きなドーンとね、絵が描かれておりまして、いやー、かなり落ち着きのあるね、感じですね。最高です。はい、じゃあまずね、こちらリビング入っていただいて、すぐね、左手の方に、ミニバーのコーナーがあります。セントレジさんのお水があって、電気ケトルがあって、ネスプレッソマシン、そして TWG のね、紅茶ございます。でポーションに関しましては、3種類2個ずつで計6個ございますという感じです。それ以外にもね、こういった感じでコーヒーのね、粉があったり、ミルクの粉があったりしますね。おお、はい、でこちらグラス、ワイングラス、そしてね、ワインとかがありまして、ここら辺はですね、お酒に関しましては基本的には有料という形になっております。シャンパンがね、450リンギットになりますんで、まあ1600円とかそんな感じでしょうか。はい、白ワインとかですね、まあ、こんな感じであります。あとナッツ類とかもね、30リンギットなので、1000円ぐらい取られるような感じですかね。はい、はい、そしてこちら下の方がですね、はい、このようにソフトドリンクとかですね、冷蔵庫があって、ナッツ類があったりとか、ハイネケンとかね、まあ、ここら辺が先ほどの有料のね、価格のものとなっております。で、一番下の方にナッツとかおやつ類がね、このようにございます。おしゃれですね。そしてこちらの方にはストローだったりとか、マドラ、そしてセントレジスのコースターございます。はい、でこちらね、コーヒーカップとなってまして、はい、なんて言うんでしょうかね、ビレローボッシュっていうんでしょうか、はい、マグカップございます。そして右手は特段何もね、入っておりませんね。はい、まあ、こんな感じのミニバーのコーナーとなってます。で間接照明があって、このようにね、落ち着きがあるソファーがあって、そしてウェルカムフルーツでございます。こんな感じでね、ぶどう、りんご、ラフランス、オレンジがございます。いいですね。でメッセージカードなんかもね、添えられております。いやー、かなりいい感じですね、雰囲気が。テレビに関しましては LG 製の、どうでしょう、60インチ前後ぐらいのね、もののテレビがあって、 BOSE のね、ワイヤレススピーカーがついております。はい、でリモコンがあってですね、こちら下の方はなんかね、システム関係が入ってる感じですね。右側特段何か入ってるわけではありませんという感じです。そしてこちらの方にですね、消毒液だったりとかマスクがね、配布されているという感じです。でこちらのデスクもね、非常に使いやすそうですね。セントレジスのロゴが入ったデスクマット、そして時計と、まあ、こういった緑があって、コンセントが3箇所と USB-A が2箇所、 HDMI と、そしてね、こちらの LAN ケーブルのポートがございます。でこちらが、はい、スパのね、メニューがあったりとか、スパはこの QR コードで見ていただく形ですね。でこちらの方が、あ、ゲストサービスということですね。はい、あのご案内がございます。あとはね、多分レストランとかそんな感じのね、メニュー表となっているのかな。プライベートダイニングがインルームダイニングですね。はい、まあ、こんな感じのメニューとなってます。そうですね、一つのメニューが、フルコースとかだとね、600リンギット、このミートバーベキューとかで600リンギットとかになりますね。はい、それ以外のデラックスウェスタンインスパイアカバナとか、はい、800リンギット、600リング、これはダイニングビヨンドっていう感じですね。普通のあれとはまたちょっと違いますね。はい、これはかなり贅沢なご飯なんじゃないかなと思います。それ以外の、ね、アジアンシグネーチャーということでですね、ロールが600
60リンギットとか、まあ一般的なね、値段じゃないかなと思います。はい、そしてこの下が、はい、文房具、新品のものがね入っておりますね。はい、そして封筒だったりとかメモ帳がございますと。はい、そしてこちらの方にね、シェーカーとお酒類ですね、シーバスだったりとか、はい、ウォッカとかが置いてございます。いやー、めちゃめちゃおしゃれ。そしてね、プール、こんな感じですね。ではでは外出てみましょうかね。まあこんな感じですけど、上のね照明なんかも本当すごいですね。素晴らしいです。一応ね、これ90平米ということになってますけど、ちょっとねテラスとかも入ってる感じなのかな、そんな感じします。でちょっとしたね、こういったテラスがあって、これもいい感じですね。はい、上にもねこんな感じでシーリングファンがついてるという感じですね。でホロがねありますんで、横殴りの雨とかはね、ここビニールシートを閉めていただくことができるというふうになっております。でこんな感じのね、プールという感じですね。プライベートプール、どんな感じなんだろう。あ、冷たい。そしてジェットバスになっていて、そんなにね広くはないですけど、まあぷかぷかしてね、やっぱりあのリゾート感を味わうには非常にいいんじゃないでしょうか。そしてあんなカバナみたいなのもあってね、はい、こんな感じの、ビラとなっております。素晴らしすぎます。そしてこちら降りていただくと、なんとね外に出ていただくことができます。とは言ってもね、敷地内なんですけど、こちらね入っていただきますと、なんと先ほどのねメインプールとかメインビーチの方にね出ていただくことが直接できるという作りになってます。素晴らしい、いかがでしょうか。本日はこちらのねセントレジスランカウイさんの方にお邪魔させていただいております。いかがでしょうか。いやー、めちゃめちゃ最高。もう一回ねお部屋の方に戻って、ちょっとね詳細またお話ししていきたいなと思います。まあこんな感じのねお部屋となっております。いかがでしょうか。いや、最高すぎます。はい、ということでね、 Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度出ました。ダウンロード下りが 26.24Mbps、 アップロード上りが 68.49Mbps となっておりまして、まあ非常にねサクサクいける速度じゃないかなというふうに思います。はい、ということですね、本日こちらのねセントレジスランカウイさんの方にお邪魔させていただきました。もうね、建物入った瞬間、敷地入った瞬間、もうテンションが上がる凄さがねあります。すごい。はい、もうやっぱりね、日本とはスケールが全然違いますね。はい、で本日はですね、こちらのお部屋ね、だいたい1000リンギットちょっとぐらい、1200ぐらいかな、だから日本円にすると、まあ、3万円とかね、まあ、そのぐらいになるのかなというふうに思いますけども、アップグレードしていただきまして、もう超絶アップグレードって言ってもいいんじゃないかなと思いますけれども、まあ、一番最初アサインいただいてたお部屋はですね、まあこういったオーシャンビューでもないし、プールもついていないスイート、ワンキングスイート、まあそれでもね十分なんですけど、さらにね、なんとワンキングプール付きのね、プライベートプール付きのスイートにねアップグレードしていただくことができました。もう本当にねめちゃめちゃ最高でございます。なので、まあお部屋としてはですね、倍近く、多分普通に泊まるとこのお部屋ね、6万円7万円くらいするお部屋じゃないかなと思います。それでもね、日本円だったら6、7万円ですけれども、通常のね日本での価値で言ったらもっとね多分高いお部屋だと思います。なので本当にね、マレーシアで豪遊するとか、あの特別なね気分を味わうためにマレーシアに来るのは本当にねおすすめじゃないかなというふうに思います。いや、で入ってね、あのお部屋できるまではね、館内をね、ご案内していただいたりとか、もう至れり尽くせりという感じです。で、きっかりですね、やっぱりね、3時にお部屋に来ることができたので、多分ね、セントレジスさんの決まりでですね、アーリーチェックインというか、あの3時より前にね、お部屋に入るっていうのが多分ね、難しいんじゃないかなと思います。アーリーチェックイン、あの、早く行ってもいいみたいな感じでね、アプリ上でお願いしたところを、まあ基本的にはね、リゾートなので3時からのチェックインとなりますけれども、一応リクエストとして受けたまりますということでね、検診がありました。ですけれども、まあ結果的にはやっぱり3時のねチェックインという感じ、まあチェックインはできたけれど、お部屋に入れるのがやっぱり3時という感じでしたね。はい、なのでそこはね、あまり早く行っていただいたとしても、多分お部屋にね入っていただくことができないというふうに思っていただいた方がいいのかなというふうに思います。はい、ということでね、まあね、今またね雨があの止んでですね、プール日和というか、まあ
ピーカンの、ね、天気ではありませんけども、どんより、ね、曇りではありますけども、雨は降っておりませんので、これから、ね、プールの方満喫して、まあ、夜はですね、おすすめされたね、ビーチの方にあるあのバーベキューみたいなね、レストランの方に行ってみたいなというふうに思いますので、ぜひね、あのご覧になっていただきたいなと思います。私も楽しんでいきたいと思います。行ってまいります。はい、ということでね、プールの方にやってまいりました。入っていきたいと思います。あー、気持ちいい。お、思った以上に深さがね、あります。140センチぐらいあるでしょうかね。はい、胸元ぐらいありますね。 1.2 メートル、なんか思ったよりはなんか140ぐらいありそうな感じで、 1.2 メートルですね。はい、まあこんな感じで奇跡的にね、日も出てきましたよ。最高です。まあちょっとね、こちらの方でゆっくりして、メインプール、そしてね、ビーチの方も行ってみたいなというふうに思います。いやー、最高。じゃあ遊んでいきます。最高。意外と泳ぐとあのちょうどいい広さ広すぎず狭すぎずって感じですね。多分あの宮古島行かれた方がいらっしゃれば、シギラリゾートのプライベートプール全然広いです。はい、でこちらね、まあ、さっきもね出てましたけど、ジャグジースイッチがありました。ヒーターアップかね、もう先ほども出てましたけど、このようにね、ジャグジーとなりますので、ここでね、あ、椅子になってます。はい、椅子になってて、おー、背中気持ちいい。あの、なんだろうな、部屋でねぼーっとなんかゆっくりするのもいいですけど、やっぱりね、このジャグジーで水プカプカしながらね、あのゆっくりするのもいいかな。ここになんかね、ちょっとコーヒーとか置いてしまったりね、お酒持ってきたりとかいいんじゃないかなと思いますね。いやー、最高すぎます。はい、それじゃあね、プライベートビーチの方に向かっていきたいなと思います。まずメインプールがありますね。そちらの方から、はい、出て、ここね、ちゃんと閉めて、はい、行きましょうか。おー、もうね、私今裸足で、メインプールの方に向かってる感じですね。いやー、なんかドリアンモチーフのね、なんか銅像みたいなのも、銅像ありますけど。いやー、映えスポットです、映えスポット、映え映えです。ビーチも映え映え。はい、おー、こんな感じのね、オブジェがあって、そしてもうすぐビーチですからね。あー、すごすぎますね。おー、ここね、足裏のマッサージになりますね。私は大丈夫。はい。で、ビーチがこんな風になってます。いやー、最高。最高すぎます。じゃあね、メインプールの方に向かっていきたいと思います。はい、じゃあね、メインプールの方に上がっていきたいと思います。はい。こんな感じのね、階段となってまして、もう裸足でね、来ていただくことができますね。はい。そしてここもね、ジャグジーがあります。最高です。はい。そしてメインプールね、こんな感じですね。そしてこれがね、ドリア。はい。いやー、いい感じです。はい、こちらに関しましても、さっきとね、同じ感じですかね。120メーターぐらい、120センチぐらいね、の深さじゃないかなというふうに思います。今ね、人がいないので、まさに、貸し切り状態。最高すぎます。しかも本当にね、明るくなってきて最高。いやー、いいです。で、プールのね、向こう側のビーチの方にはね、ああいったグリルがありますけど、今晩はね、あちらのさらに奥のですね、別のね、建物があるんですけど、あちらでね、グリルをいただいていきたいと思います。とりあえずね、これから今度はね、ビーチの方に向かっていきたいなと思います。いやー、とりあえずね、雨も上がって本当にね、最高ですね。はい、やっぱりね、あちらの、レストランにつきましては、7席ぐらいですね、あのサンセットを見ていただける、ね、席があるみたいですね。はい、ただ、まあ、今日ね、曇りなので、サンセット時期とかだったらね、天気良かったらもっと最高なのかもしれないですね。はい、ということで、ちょっとね、ビーチの方に向かっていきたいなと
というふうに思いますけど、さあ人ねいらっしゃるのかな、あんまりね海入ってそうな感じではないですね。はい、外に出るとねやっぱりちょっと涼しい感じします。で砂はね、あすごいサラサラ、すごくね細かい感じの、砂となってますね。あのすごいね痛いとかそういうことはないので、私今裸足ですけどね、でお子様がねこのように遊んでいただけるような滑り台があったりとかね、しますという感じです。そしてハンモックなんかもねこうやってありますんで、めっちゃいい感じですね。はい、今ちょっとね海引いてる感じですかね。はい、結構ね引いてるので、であちらのね、レストランが、その有名なね、レストランだそうです。ということで今ね海かなり引いてますけど、まあ、こんな感じのね、海となってますね。多分道がね潮がね満ちるとここら辺ぐらいまで、海になるんじゃないかなと思いますけど、今ね引いてる感じですね。はい、さあ、お、カニカニカニです。見えますか？ヒューヒューヒュー、これカニですよ。ヒューヒュー、あ、めっちゃ早い。はい、カニなんかもいて、はい、そして海ね、こんな感じの、あったかいな。海はね、非常にあったかい感じしますね。はい。おう、もうね、すぐそこ、今ね、魚が跳ねましたね。いやー、すごい。まあ、こんな感じのね、海となってます。で、向こうがね、ヴィラという感じになってますね。はい。多分ね、過去、マイラードさんとかがね、動画で紹介してたのは、あちらのヴィラなんじゃないかなと思う。もう、えげつないね、ヴィラという感じだと思います。で、今、船がね、あちらに来たりとか。あー、すごいね。落ち着いてる感じしますね。はい、でこちらのですねパッタイグリルの方のねメニューなんですけど、シーフード、キャッチオブザデイということでですね、こちらのロブスター、100g あたり50リンギットっていう感じですね。あとスズキだったりとかね、そんな感じが、ございますね。これもグラムあたりのね販売となってますね。で、お肉だったりとかリブアイということでね、これも 250g で190リンギットとかですね。バーガーも200グラムで90リンギットという感じで、チキンバーガーとかもありますね。180グラムで80リンギットという感じで。ビーチにはね、こんな感じでですね、日の出の時間だったりとか、日没のね、時間の記載があって非常にいいですね。なので、本日のディナーはですね、あちらのね、レストランで、サンセットタイム、19時29分、19時半ぐらいにはね、行きたいなというふうに思います。ちょっと前ぐらいに行ければと思いますね。はい、先ほどね、スタッフの方にご紹介いただいたレストランの方ですね、から望む景色が、まあ、こんな感じですね。めちゃめちゃ、ね、綺麗な感じですね。そろそろね、日没時ということもあって雰囲気がね結構出てきてるんじゃないかなと思います。ちょっとねレストランの方に向かっていきたいと思います。はい、こちらのねレストランカヤプチでございます。非常にねおしゃれ、白をね基調とした、レストランとなってます。この正面のエントランスにはね大きい魚がね口を開けて待ってますね。はい、まあ、ちょっとね今日はどこで食べるか、検討してねまた行きたいなと思いますけども、あとね8分ぐらいでカクテルアワーが始まりますんで、そちらの方にね向かっていきたいと思います。これからねシャンパンアワーがね始まるという感じですね。 Thank you and welcome to St. Regis Langkawi. In the St. Regis Langkawi we provide three ritual on the St. Regis every day.おう、おう、OK、最高です。という感じで、すみません、ちょっと動画とね、ライブ同時にやらせていただいてますけど、はい、めちゃめちゃ綺麗に切れてます。
はい、ということでね、今シャンパンいただきましたので、これからですね、みんなと乾杯するのかな、乾杯するのかな、どうするのかな、もう飲んでいいのかな、もう飲んでますね。じゃあということで、お、Thank you very much. Join me over here. Thank you. Cheers. Cheers. ということでいただきます。あ、最高。はい、ということでですね、今シャンパンデライトがね終わりまして、お部屋の方に戻ってきましたが、まあ、結局ねこれからバギーに乗ってですね、カヤプチの方にね、向かっていきたいなと思います。あちらでね、ちょうどね、今19時回ったところで、まあ、19時19分ぐらいがね、サンセットの時間ということなので、バギーで向かってね、ちょうどいいぐらいじゃないかなと思います。ということでね、向かっていきます。OK! では、これからね、バギーに乗ってですね、カヤプチの方にね、向かっていきたいと思います。おぉ、これで後ろが最高なんですか？最高。最近バギーは一番後ろが面白いと思うね。いやすごっ、はい、おですね、バギーに乗ってレストランの森に向かっています。いや最高ですね。あ、皆さんすいません、はい、電波が弱いですね。ということでね、ビーチの方にもうね戻ってきましたよ。はい、いやいいですね。ここは展望みたいな、すごい、なんかね、あっちもあるの。わあ、映えスポット半端ない。そう、ここ歩いてライブしてた。はい。本日はこの、カヤプティ。カヤプティというレストランに行きます。Thank you。Thank you so much。Bye。いやー、めちゃめちゃね、おしゃれですね。はい、ということでね、入っていきたいと思いますけど、めちゃめちゃね、綺麗ですね。Hello, good morning. Welcome to Gaiputi. Thank you. Do you have any reservation with us? No. You come for dinner or enjoy the sunset hotel? ああ、はい、ということでね、こちら、カヤプチの方に入ってまいりました。アジアナンバーワン？あれ？ナンバーワン。ナンバーワン？Gaiputi? Yeah. Means in Japanese language. So in English, it's from white wood.So、the whole building is white in color. はい、めちゃめちゃね、いい感じの雰囲気ですね。おお、この席が本当すごいですね。インポートチーズ、輸入チーズがございます。ここら辺ね、全部ね、船の木材だったりとかをね利用しているという感じですね。はい、こちらでねサンセット、夕日を見ながらねお食事ができると、なんかねハンモックみたいな感じでいいですね。すごい。はい、ということでですね、今席の方にご案内していただきました。先ほどね見ていただいた席につきましては、まあバーでね、あの夕日を見ながらお酒でね過ごす方がまあ使う席で、基本的にはねディナーメニューにつきましてはやっぱり中でね召し上がっていただくという形でございます。でコースのねメニューとねアラカルトがあるという感じなので、ちょっとね選んでいきたいと思いますけど、いやー本当にねめちゃめちゃいい雰囲気、最高で、こちらもねこのように2万円くらい、この席でもね夕日見ていただくことができるという感じですね。で今回はですね、ホテルラックさんを利用させていただいて100ドル分のねホテルクレジットがありますので、まあだいたい日本円にすると1万4000円ぐらいがね利用できるという感じでございます。ロブスター、パタゴニアン、トゥースフィッシュということでね、一応頼んでないんですけどカクテルがね届きました。これはサービスなんでしょうか、それともオンなんでしょうかっていう感じですけど、まあね、ちょっとこういったのも含めて楽しんでいきたいなと思います。はい、ということでですね、今ロブスターリゾットの方とですね、ニュージーランドラムをオーダーさせていただきました。ちょっとね、このカクテルちょっといただきたいなと思いますよ。うん、あ、すごくね爽やか、中にねお花も入ってるんですけど、フルーティーでね、非常に飲みやすいですね。美味しい。
はい、そしてね、パンの方が出てきました。こちらね、海藻バターみたいですね。めちゃめちゃ美味しそうです。そしてね、またこちらがね、また別の一品、頼んでないんですけど、なんだろう、これセットなのかな、ピスタチオのね、なんかっていうことでおっしゃってましたけどね。いやー、いいじゃないですか。いただきます。はい、でね、結構ね、スタッフの方も気さくな方がね、非常に多くて、 YouTube やってるよっていうことで言ったらね、あの、全然名前出していただいていいよとかね、ぜひね、このレストラン紹介してねっていうことをおっしゃっていただきましたので、まあ実際ね、食べてね、あの、後ほど感想を告げていきたいなと思います。おお、美味しそう。For this one, you'll be having the lobster risotto. We serve together with our half lobster, red snapper, and also black mussel as well. Okay, thank you. Anything else you want for now? Hi. Okay. Hey, thank you. はい、来ました。ロブスターリゾット。こちらがラム肉のね、ニュージーランドラムです。めちゃめちゃ美味しそう。はい、そしてこちらがロブスターのリゾットでございます。めちゃめちゃ美味しそう。最高です。いただいていきたいと思います。はい、ということでね、いただいていきます。まずね、リゾット、お米の方からね、いただいていきましょうか。いきます。いただきます。お、うん、出汁がすごい。でもね、あのパエリアみたいにお米は若干芯が残ってる感じで調整されてますね。うん、なので、ちょっとね、具材の、ちょっと、なんだろう、玉ねぎも多分入ってるんで、シャキシャキ感とお米の中のね、シャキ。ただ、そのお米には、オマール貝だったりとかですね、他にもね、あの、ホタテとかも入ってて、その出汁のエキス、当然ね、ロブスターのエキスが出てるという感じです。じゃあね、実際のこのロブスター。これでね、半分に切ったやつ。はい、パンダさんとシェアしてますね。これね、いっちゃいます、一口で。いきますね。うん、うん、すごい。歯ごたえがすごい。なんだろう、こう筋肉こうやってやってる感じのエビ。すごい、これは最高。うん。はい、そしてね、この海藻バターがね、めちゃめちゃね、私好きなんです。同じバターかどうかわかんないんですけど、海藻バターがめっちゃ好きなんです。これいただいていきたいと思います。うん、あー、ほんとうまい、最高です。このパンもね、ほんと地味ですけど、めっちゃ美味しいですね。うん、リゾットね、ソースをこうやってつけても絶対うまい。うん、最高。はい、そしてね、こちら一品いただいたやつね、いただいていきたいと思います。うん、バイバイ。お、めちゃめちゃおしゃれな味します。酸味もね、効いてて非常に美味しい。うん、ピスタチオ。はい、じゃあね、続きましてラム肉ミディアムでね、お願いしましたので、こちらね、いただいていきたいと思います。おー、柔らかい。すごいさっくりね、いきますね。はい、ちょっとね、ボケちゃってるかもしれない。はい、ということで、いただいていきます。うん、お、うまい。ちょっとね、ラムの香りは若干あるんですけど、ほとんどね、癖はない。もう本当に赤身がね、めちゃめちゃ美味しい。そしてね、ソースとの相性も最高ですし、噛むとね、すごい肉汁が出てきます。最高。この添えてあるね、野菜も食べてみようかな。うん、美味しい。なんだろう、この葉っぱがめっちゃ美味しい。なんかね、何の葉っぱか分かんないんですけど、あ、でも後からね、ハーブっぽいなんか香りが抜けてくる感じしますね。茎のところから来るんでしょうかね。でも食感が揚げてないはずなのに、例えば足束とかの天ぷらを食べたみたいなのが、なんかカリカリシャキシャキ具合のある葉っぱで、で食べた後にこの残りのね、香りがすごくね、リフレッシュしてくれる感じ。最高、これ美味しい。ということで、ちょっとね、食事楽しんでいきたいと思います。うん、
玉ねぎだった。最高。はい、ということでね、これから戻ってね、バーの方に向かっていきたいと思います。最高のディナーでした。最高。はい、夜ね、あんな感じで一応9時までね、かがり火が立ってるみたいな感じですね。いやー、すごい。はい、ということでね、バーの方にやってまいりました。 The Strings Bar ということですね。はい、今ね、バーの前でですね、出会った UK のですね、ご夫妻とですね、今会話させていただいたんですけど、まさかのね、私の YouTube チャンネルをご存知だということで、最高です。何見たんだろう。はい、ということで、バーの方にね、入っていきたいと思います。はい、生演奏もね、なんと始まりました。かなりね、いい雰囲気です。はい、おはようございます。昨日ね、ライブを終えて、まあ、ちょっとね、ゆっくりしてからですね、もうすぐね、眠りについてしまいました。で、もう間もなくね、8時回るところでございますが、今日ね、めちゃめちゃ快晴なので、まあ、パンダさんがね、保有するドローンとかね、ちょっと飛ばしてみたいなっていうふうに思うんですけど、まあ、まずはね、朝食の方行ってからですね、戻ってきて、ビーチの方にね、向かっていきたいなというふうに思います。行ってまいります。はい、ということでね、今は席の方にご案内していただきましてね、もうね、メニューがめちゃめちゃ豊富です。で、今はね、お客様もどうでしょう、半分弱ぐらい、4割ぐらいね、席が埋まってるような状況で、ロブスターオムレツとかもね、オーダーできましたので、席でね、料理待ちたいと思います。ユーティールは、お任せで作ってもらおうかな。スパイシーじゃないですか。はい、こういう感じでね、葉っぱに包んでいただけるのはね、もうお好みで作ってくれるので、ちょっとね、お任せでお願いしてみました。こんな感じで来るんでしょう。やっぱこういうね、雰囲気があっていいですね。はい、こちらね、パンダさんが持ってきたね、ヌードルとかパンとかね、あります。そしてね、先ほど私がお願いしたね、こちらのご飯と、朝からね、シャンパンです。朝シャンいただきます。ということで、私もね、今からご飯ね、取っていきたいと思います。はい、ということでね、こんな感じでお寿司だったりとか、あとね、カルパッチョとかお刺身系ね、持ってきました。そしてね、これです。ロブスターオムレツ、やばくないですかこれ。そしてこちらですね。はい、まあ、こんな感じでね、持ってきましたので、いただいていきたいと思います。まあ、シャンパンのがやっぱいいですね。いただきます。はい、ということでね、シャンパンの方からいただいていきたいと思います。ああ、最高ですね。もう本当にね、ザ・リゾートに来たって感じです。最高。はい、それじゃあね、ちょっと見えないんですけど、ロブスターオムレツね、いただいていきたいと思います。これは
おお。はい、こんな感じ。中にね、ロブスターの身がぎっしり詰まってますし、このソースがね、多分エビ味噌がね詰まったソースだと思います。いただきます。うん。うまっ。うまっ。昨日ね、かやぷきで食べたロブスターの身の引き締まり具合と一緒なんですけど、よりね、細かくなってるので、非常に食べやすい。食べ応え十分ありますね。美味しい。止まんない。はい、でその他ね、こういう感じのお寿司もあります。巻き寿司ですね。でもね、素材はやっぱ地元のものを使って野菜とか入ってたりします。うん。続いてね、やっぱりこちらですね。はい、これね、ちょっといただいていきましょう。おすすめお願いしたらね、あのほとんどの種類ちょっとずつ入れてくださって本当にね、いいですね。お、濃厚。うん、おいしい。ちょっと後からね、ピリ辛やっぱきますけど、私はね、全然アジアの味大丈夫です。お、この葉っぱのやつが実は空心菜みたいな感じなんですけど、めっちゃ辛い。うん、おいしい。うん、空心菜かな。そしてね、チキンカレー。あ、チキンカレーって感じ。うん、うまっ。これはね、雰囲気もあるんで、ぜひね、トライしていただきたい。美味しいです。はい、そしてね、パッタイとですね、こちらのナンね、2種類、カレーが2種類でしたので持ってきました。はい、じゃあね、こちらの方もいただいていきます。うん、まあちょっと甘めでね、間違いない。おいしい。そしてこちらの、なんだろうな、グリーンカレーみたいなやつ、いただきます。うん、こんな感じでね、エビのタイソースかけていただいてます。はい、で今ね、持ってきていただいたエビのね、タイソースがけいただきたいと思います。まあエビのね、天ぷらにいろいろね、チリソースみたいなのがかかってます。いただきます。うん、うまい。なんかね、海外の天ぷらってこんな感じだなって感じ。おいしい。はい、こちらね、コーヒー牛乳がありましたね、持ってきました。そしてね、頼んでましたワンタンヌードル、ここにね、麺を入れるのかなと思ったんですけど、こんな感じの焼きそばみたいなね、麺に揚げワンタンが入っていて、こちらのね、ここにスープをね、かけていただくという感じですね。じゃあね、ちょっとスープも飲みたいなと思いますけど、せっかく構えてるんで、いっちゃいましょう。最高です。ステーキ&エッグがね、やってきました。めちゃめちゃ美味しそう。これね、ステーキオンリーもね、頼みます。こちらにね、画像出しておきますけど、こんな感じで来ます。はい、そしてね、ロブスターオムレツもおかわりさせていただいてます。いやー、最高すぎます。はい、じゃあね、まずワンタンヌードルの方からね、いただいていきたいと思います。なんかね、ちょうど麺とかはね、一口サイズでちょうどいいですね。うん、あ、醤油味が結構濃いめで美味しい。麺もね、なんか焼きそばみたいな感じで、どうなのかなと思ったんですけど、一気にラーメンになりました。うん。バリバリ。あ、なんかエビのね、ワンタンだったみたいで、めっちゃプリプリ。おいしい。はい、ではね、ビーフステーキいただいていきたいと思います。アンガスビーフ。うん。炭の香りが、焼き口がね、めちゃめちゃ香ばしい。うん、うま。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。もう相変わらずね、食べ過ぎました。ステーキもですね、ロブスターオムレツもね、もう頼み放題ですので。で、まあやっぱりね、脇にね、あるポテトだったりとかね、サラダとかって結構ボリュームありますんで、まあパンダさんとかはね、ステーキオンリーだったりとかっていうこともね、されてたので、ああいう感じで、ね、食べた方が量的にはね、食べれるんじゃないかなと思いますし、まあ SDGs の観点でもね、残さずね、いただけるんじゃないかなと思います。で、こちらね、セントレジス、ランカウイさん、めちゃめちゃね、
やっぱり最高でした。まだね、10時半過ぎではありますけれども、今日はね、14時前ぐらいにね、チェックアウトをしまして、リッツカールトンランカウイさんの方に向かっていきたいなというふうに思っております。もうね、泣いても笑っても、最後のホテルという形になりますけれども、まあ今のところね、もう常に最高ね、まあ上塗りというかですね、もう常に最高の状態がキープされているということでね、言っても過言ではないぐらいのね、もう素晴らしい旅になっております。で、こちらね、今ドローンの飛行に関しまして、まあ許可をね、取りに行ったところですね、もうやっぱりプライベートゾーンに関しましては、やっぱりプライバシーが、あるっていうところからですね、飛ばすことがやっぱり難しくて、まあ公共の場だったらいいよっていうことではありましたけど、まあなかなかね、やっぱりこういったホテル内の敷地内であってとしても、飛ばすっていうのはもうちょっと難しい状況かなというふうに思います。まあそれ以外のね、ライブ配信だったりとか、カメラのね、撮影とかに関しましてはね、結構寛容なんですけども、やっぱドローンに関しましてはね、なかなかね、厳しいと、言ったところでございます。多分これはね、次行くリッツカールトンランカウイさんの方でも、まあ、同様のね、回答になるんではないかなというふうに思います。はい。まあそういったこともね、学べました。最高でした。まあ本当にね、スタッフの皆様、やっぱりね、マレーシア来てからもう本当に思いますけど、気さくな方ばかりでね、本当に話しかけてくださいますし、気にかけてくださるというところはもう本当にね、最高ですね。やっぱりね、もっと流暢なね、英語とか喋れるようになりたいなっていうふうにね、改めて海外来ると思いますね。はい。もう最高のステイでございました。ということで、まだね、時間ありますけど、ちょっとゆっくりさせていただきたいなと思います。今回の動画に関しましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がね、ためになった、参考になった、面白かったという方、ぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL の方貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったね、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないより、ぜひね、チャンネル登録の方と、こちらのベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。はい、フルーツのね、カットを依頼させていただいたらね、このようにね、ご準備していただくことができました。めちゃめちゃバトラさん、ありがとうございます。はい、そしてね、さらにですね、アイスティーをね、サービスでご準備していただくことをいただきました。めちゃめちゃね、バラも添えていただいて、最高ですね。こういったね、メッセージカードの方もご準備いただいております。最高です。そしてね、ビーチに行くっていうことをね、お話ししていたので、わざわざね、こういったものをご準備いただきました。これはね、日焼けした時に肌に塗っていただいてね、まあ、クールダウンをしていただく、なんかジャムとおっしゃってましたかね。だからハワイでいうアロエみたいなね、そんな感じのものをわざわざご準備していただいたという感じです。本当にね、気配り最高ですね。はい、ということでね、そのアイスティーいただいていきたいと思います。うん、やっぱりね、めちゃめちゃ甘い。個人的にはめっちゃ最高です。ただね、こっちの方のアイスティーは基本的にね、めっちゃ甘いですね。最高。うん、めっちゃフルーティー。